バルキリードライブ。いつでも行けるよ。わあ、広い。ここって何の建物なんですか？すごく美味しそうな匂いがする。すっかり忘れてたけど、お腹減ってたんだった。ここは拠点と呼ばれている施設よ。拠点？いろんな設備があるけど、あなたたちに関係があるのは食堂かしら。毎日の食事は基本的にここで取ることになるから覚えておいてね。あの、飲食に必要な代金ってどうすればいいんでしょうか？私、お金を持ってなくて。あ、私もそんなに持ってないよ。衣食住に必要なものはこちらで支給するから心配しなくていいわ。それ以上のもの、例えば嗜好品とか特別なものが欲しいときはポイントを使ってね。ポイント？正式な呼称はビクニポイントって言うんだけど、みんな単にポイントと呼ぶわね。あなたたちには治療プログラムの成績によってポイントが与えられます。そのポイントと交換で欲しいものを買えるってわけ。何か欲しいものがあるときはすぐそこにある。越後屋でござーい。あ、びっくりした。誰ですか？越後屋は越後屋だよ。えっちゃんって呼んでね。治療プログラムを受けてポイントがたまったら越後屋へどうぞ。ポイント次第で何でも用意しちゃうから。つまり購買部みたいなお店ということですか？そういうこと。ビクニにはいろんなお店があるから、他のお店でポイントを使っても別にいいんだけどね。島への仕入れの一切合切を仕切ってるのはこのえっちゃんだから。越後屋で買うのが一番安い、一番早い、一番確実。覚えておいてね。はあ。じゃ、そういうことで回線開始します。また新しいおもちゃを仕入れたのね。回線を乗っ取られないようにセキュリティを強化しなきゃ。まあ、越後屋さんについては今の説明の通りよ。ポイント次第で何でも買えるって言ってましたけど、本当ですか？本当なんでしょうね。この島の物流は全てあの子が仕切ってるから。あんまり危ないものは注文しないでね。はーい。理事長先生。ああ、やっぱりここにいたのね。ねえねえ先生、この子たちってもしかして前に話してた新しい？ええ、そうよ。新しいクラスメイト。新しいメニューの食材なのだ。え？食材？ふむふむ、どれも油が乗ってて美味しそうなのだ。よし、決めた。この子は丸焼き、こっちは素揚げ、そんでこれは煮込みにするのだ。丸焼き？素揚げ？煮込み？やっはっは。どんな味がするのかな、楽しみなのだ。あのね、満腹丸さん、違うの、そうじゃないの。この子たちは食材じゃないのよ。じゃあ何なのだ？あ、わかった。ご飯を盛る器なのだ。にょたいもりにょったいもりもりで、誰が誰に盛られるのだ？お姉ちゃん、こいつぶん殴ってもいいかな？ダメだよ、ここはこらえて、ランカちゃん。あの理事長先生、この子は誰なんですか？っていうか何なんですか？
この子は満腹丸さん、あなたたちと同じ VR クラスの生徒なんだけど、説明が難しいのよね、こういう子だとしか。ぬ生徒、じゃあ食べちゃダメなのだ。食べちゃダメなのよ。なんだ、だったら帰った帰った帰るのだ。新しいメニューの考案と今あるメニューの半数で満腹丸ちゃんはお忙しいのだ。なんだか食べることしか考えてないみたいですけど。食べること以外に何を考える必要があるのだ。そう言われてみれば確かにそうなのかも。なわけないでしょ、丸め込まれないでよね。危ないところでした。満腹丸さん、恐ろしい子。そうそう、これだけは覚えておいて。この島では治療プログラムに基づく全ての戦闘行為を奨励します。いついかなる時いかなる場所で誰を相手にバトルに及んでも構いません。ただ食堂内での戦闘はご法度よ。ここは安全地帯、みんなの憩いの場なの。決まりを破った子には重い罰を課さなくちゃならないわ。気をつけてね。別に喧嘩をしに来てるんじゃないんだし大丈夫でしょう。おっと、そういえば喧嘩をしに来てるようなやつもいたんだっけ。ってあれ、クズリュウの姿が見えないけど、どこ行っちゃったんだろう。協調性ないな。どうする、探しに行く。こういうのが好きではないんでしょ。この島の中にいる限り迷子になるってことはないわ。好きにさせてあげましょう。理事長先生がそう言うなら私は別にいいですけど。それじゃあ次の区画へ行きましょうか。ここが教育区画、あなたたちが学ぶ学園よ。新しい学校か、ワクワクするね、ランカちゃん。勉強からは逃げられないのか、とほほ。すぐ隣の区画が商業区画よ。一般の生徒用の居住エリアになっているわ。あなたたちが住む部屋も用意してあります。基本的に2人ずつ同じ部屋で寝起きしてもらうことになります。これもパートナーと息を合わせるという治療プログラムの一環なの。リンカさんとランカさん、それから稲川さんとクズリュウさんが同室よ。私、あの子と同室なんですか。私はそれで問題ない。あ、ももちゃん、どこへ行ってたの。慣れ合いはごめんだ、ああいうのは虫図が走る。クズリュウさんは問題ないそうだけど、稲川さんの方はどう。それが決まりというなら従います。この島に知り合いがいるわけでもありませんし。なら部屋割りは決まりね。部屋の場所はマップにマーキングしてあるから迷うことはないと思うわ。今日はゆっくり休んでね。明日から治療プログラムを開始します。ありがとう理事長先生。では失礼するわ。家を出て施設へ行くことが決まった時は少し不安だったけど、思ってたよりもずっといいところみたいだね。早速お友達もできたし。お友達ね。私はお姉ちゃんさえいれば何でもいいよ。ここで私たちの新しい生活が始まるんだね。なんとかなるよ。今までだって私たち二人でなんとかしてきたじゃない。うん、そうだね。ランカちゃん、一緒に頑張って V ウイルスをやっつけようね。うん。おはよう皆さん、昨日はよく眠れた。はい、もうぐっすり。それはよかったわ。
それではこれより治療プログラムを開始します。いよいよだね。ドキドキするな。あれ、そういえば他の人たちは？月影さんたちはもう次のプログラムに進んでいます。稲川さんとクズリュウさんはスタート地点が違うからここにはいないの。スタート地点？あの、治療プログラムって何をするんですか？あなたたち二人にはここからスタートして修練場を目指してもらいます。それだけ？楽勝っぽいね。だといいけどね。気を引き締めていこう、ランカちゃん。オッケー、お姉ちゃん、私たちの息が合ってるところを見てもらおう。準備はいいよね。では本日のプログラムを開始します。お姉ちゃん、準備はいい？もちろんだよ。私たちなら負けない。
you
空欄打ち、これは使える。本気で行くぞ。はい、頑張ります。あなたたち、私たちとは違うスタート地点から同じ場所を目指していたんだ。出会うのは必然。なるほど。でもどうすれば。戦え、己の力を示せ。ヴァルキリードライブの力を見せてみろ。今の声、どうやらこれも治療プログラムの一環らしい。あの二人と戦わなくちゃいけないんですか。そういうことらしい。覚悟を決めろ、稲葉。戦うことだけが V ウイルスの治療に近づける唯一の方法ですからね。リンカさん、ダーカさん、全力で行きます。私の成長を止められない。まだまだ強くなるよ。危なっかしいんだから。呼吸を合わせるという点では姉妹である二人に利があったということでしょうね。私がリブレイターだったら負けはしなかったんだ。そう思うのなら次回は勝ちましょうね、ももさん。四人とも素晴らしい戦いだったわ。負けた戦いに意味などない。ここが戦場だったら私も稲川も死んでいた。でもここは戦場じゃない。 V ウイルスの治療のためのプログラムなのよ。負け戦にだって大きな意義があるわ。そう言っていただけると少しは気も休まります。
ではこれからあなたたちを教える先生を紹介するわね。先生？どこにいるんですか？もういるわよ、あなたたちの目の前に。え？そんな人どこにも。お前たち！え？ねえランカちゃん、今何か言った？ううん、私じゃない。でも私にも聞こえた。でも誰もいないよね。どこを見ているのだ。うわぁ、岩山が動いた。岩山じゃない、こいつはヴァルキリーだ。お前たちが新しい候補者か。でっか、超でっかい。なんだこれ。あなたが私たちの先生なんですか？いかにも。紹介するわ、金剛先生よ。彼女はこのビクニを守護する指針の一人にして、あなたたちを指導する教官でもあります。我が金剛だ。見知りおいてもらおう。指針すごい、まるで力の結晶みたい。つまりお前を倒せば治療プログラムとやらを完了できるのか。ちょっとモモさん、先生に対して失礼でしょ。今年の新入生は威勢がいいものが多いようだな。いずれお前たちとも拳を交える時が来よう。だが今はまだその時ではない。己の魂と力を磨くのだ。はい、金剛先生、これからよろしくお願いします。早く先生と一発やり合ってみたいね。そうなれるように頑張るよ。未熟者ですが精一杯勉強させていただきます。私たちを甘く見て足元を救われないように気をつけるんだな。ではプログラムを続けよう。まずは走り込みからだ。島の外周を10周してこい。え、走り込み？なんか地味じゃない？文句を言うな！走れ！ちょ、ごめんなさい先生、走ってきます。面白い連中を集めたものだ。ええ、期待の新人ですもの。我の持つ全てをあの子らに伝えよう。それしか我にはできぬ。それしだがいいのか。あの子たちはきっと私たちの期待に応えてくれる、そう信じているわ。物語を楽しもう。